ラップトップ PC での作業 VDT 作業とはディスプレイを持つ画面表示装置 E 換えると VDT を用いた作業のこと。コンピュータや監視カメラを用いた作業を指す。VDT 作業は VDT 症候群のように心身の負担を感じさせることにつながるため厚生労働省においても VDT 作業における労働衛生環境管理のためのガイドラインを定めている。 1985年12月20日に VDT 作業のための労働衛生上の指針が初めて作成される。2002年に全面的に改定され VDT 作業における労働衛生管理のためのガイドラインとなる。こちらは新 VDT 作業ガイドラインとも呼ばれる。VDT 作業における労働衛生環境管理のためのガイドラインでは具体的にディスプレイ、 入力機器、椅子、机等の物理的な環境整備のほか、1連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分から15分の作業休止時間を設け、かつ、1連続作業時間内において1回から2回程度の小休止を設けることなどを求めている。この作業休止時間には、VDT 作業以外の作業を十から十五分 VDT 作業による弊害をなくす。また、照明や細胞、またはカーテンによって、室内やキーボードとの明暗の著しい差を避け、また、眩しくなくし、光の映り込みを避ける。楽な姿勢をとり、椅子や机も調整し、ディスプレイは目から40センチメートル以上の距離をとる。ありがとうございます。